すごい負担になってる。万事まして、模型のロマンを探索する模型所、探索です。今回はデアゴスティーニの楽しいムーミンキルト第18号を制作します。18号はインテリアカバーのパートはジャム瓶と雑貨小物のパートはガマ口ポーチになっちゃうけど、この動画は9枚目のインテリアカバーのジャム瓶を作る動画になります。このガマ口ポーチは別の動画になります。楽しいムーミンキルトの再生リストも概要欄に貼っておきますのでご覧ください。ムーミンが好きで挑戦したいあなた、裁縫は得意じゃなくても大丈夫。探索の動画を見ながらデアゴスティーニのムーミンキルト一緒に最後まで完成させましょう。じゃん、かわいい。これはガマ口ポーチのですね。そしてこのレースをつけるっぽいですね。今回のインテリアカバーはジャム瓶の2回目です。このフリルのレースとかピンクのギンガムチェックの蓋をつけて完成させます。それで前回これ、まあ、ピンクだしいちごジャムかなと思って、前回いちごジャムかなっていう話をしたんですけど違いました。フィンランドでは夏から秋にかけてビルベリー、リンコンベリー、ラズベリー、クラウドベリーなどベリー類が中心にたくさん実ります。で、森に生えてるベリーとかキノコはなんかそういう権利によって誰でも自由に取っていいんだって。で、ベリー摘みは季節の風物詩とも言えるそうです。で、収穫したベリー類はジャムとかジュース、ソースなどに加工してそのまま冷凍したりして、冬の貴重なビタミン源として年間を通して大切に食べられているそうです。なのでいちごジャムじゃなくてベリージャムでした。それでは届いたものを紹介します。では届いているのがこのいつもの3枚と、でこれね、真っ赤かと思ったんですけど柿色でした。赤じゃなくて柿色と、キルト芯と、裏布と、それから白の刺繍糸とレースとギンガムチェックの布でした。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーしょい。はい、それではまずこのジャムの蓋を作ります。この布なんですけど表と裏があって、なんとなく薄い方、どっちかちょっとわかんないんだけど、こっちが薄いかな、薄い方を裏にして、裏というかこっちが裏です。で、このダイヤの形にしたら、前回作ったこの型紙を乗せて、で、ここから1センチ型紙でまず書きます。はい、書いたら、ちょっとこれ大きいんだよね。そしたらこっから1センチのところでまた楕円形を書きます。だいたい1センチ。はい、そしたらこれを切ります。はい、1センチで切れたら、次この手縫い針にしつけ糸を2本通して、もうめっちゃきついんだけど、この穴めっちゃちっちゃいけん、しつけ糸を2本通すの結構大変なんですけど、2本取りにして結構ね長めにした方がいいです。で、玉結び玉留めはしません。で、端から3mm、中から7ミリのところを並縫いします。この辺かな、まあ、大体でいいと思いますが、5センチ残して周りをぐるっと並縫いします。
はい、じゃあ最後まで来たら、玉止めしません。ちょっと長かったら切って、でこんだけ残ってます。そしたらここに、この前回切ったキルト芯を中央に重ねます。どっち向きかな、どっちでもいいんかな。多分この水玉の方を後ろにしてこう重ねます。そしたら親指でキルト芯を押さえるようにして、これをギューッと引っ張ります。ギューッ、こんな感じ。こっちもギュー、わー丸くなってきました。結構引っ張っといて、後で均等にする感じ。あんまりちっちゃくならないようにして丸くします。いいんじゃない。結んで固定します。糸を引きすぎてキルト芯が、これ今キルト芯がこんな感じで縮まっちゃってるんだけど、そうならないように注意しましょうって書いてある。引っ張りすぎだな、これ。こんぐらいかな。これに合わせていく？お、いいんじゃないか？あ、なんか良さそう。もうちょっと引っ張っても良さそう。で、引っ張ったら、ここで結びます。何結びとは書いてない。結んで固定する。すごい立体的な蓋ができましたね。かわいい。これだけベレー帽みたい。かわいい。はい、そしたら次このレースなんですけど、表と裏があって、これはねどう見てもこっちが裏でこっちが表だなっていう感じです。で、表なんですけど、ここから5ミリほどここの後ろにこう折ります。こうして、で、しつけ糸2本取りを針に通すんですけど、ちょっと本当にね通せなくって、この手縫い針にはねすごい大変なので、もう刺繍針に通しました。玉結びして、上から 0.3 ミリのところを縫っていきます。ここに、線が2個あるんだけど、この線から3ミリのところを縫います。お、こうして玉結びはここに来ます。玉結びがこっちに来て、ここを しつけ糸で並縫いします。はい、最後まで来たら玉止めはしません。こっからギューッと引っ張ります。ギューッと引っ張って寄せて寄せて、よりよりとして、でここに、こっからここが7センチになるぐらいに縮めます。だけん結構だな、結構寄せます。あ、しまった。ここ両端折り返すって書いてあった。
しまった、ちょっと待って、ここのこっちも 5mm 折り返さんといけませんでした。失敗失敗。ここも最後も 5mm 折り返して並縫いします。手縫い針じゃなくて刺繍針でやったんですけど、何の問題もありませんでした。はい、5mm 折りました。で、7センチにします。端っこから端っこまでを7センチ、7センチというか、ここに合わせればいいと思います。こんぐらいかな、こんな感じですね。で、なんか玉止めはしないって書いてあるんですけど、でも玉止めした方がいい、なんかやりやすそうなので玉止めしちゃいます。ダメかな、一応切らずに残しとこう。これは切っちゃってもいいかな。そしたらこれをこの赤いラインが見えるように合わせて、下を合わせて、ここで待ち針で留めます。結構クシュクシュしますね。もうこんな感じかな。そしたら手縫い針にキルト糸を通して玉結びをします。さっき縫ったこのしつけ糸の下の方を 1-2mm のところを並縫いしてフリルを押さえつけます。上からいっちゃって OK なので、ここにしつけ糸があるので、そのしつけ糸の下のところに玉留めが来て、ここからちょっと細かい並縫いをしていきます。はい、じゃあキルト糸でずっと並縫いして、最後は玉結びします。なんとなく後ろで玉結び、まあ、前でもいいと思うけど、あ、玉止め。はい、そしたら次にこれはもうこの状態で切っちゃいます。この蓋をここにかぶせて、うまいこといく？お、いい？いい感じ？はい、でこの状態で待ち針します。こう待ち針して、さっきのはこの中隠れるようにします。なんかこの辺にこう残ってる糸とかそういうのは全部この中に隠します。キルト糸で最初玉結びして、図案に合わせて、キルト糸で縦祭りをする、キルト糸で縦祭りするそうです。でこの辺ちょっと図案が出ちゃってるんですけど、隠しつつ後ろからこう出して、で、まあ、横に入れてこう、ほんで先に出して、真横に入れてぐるりと縦祭りをしていきます。待って、図案がだいぶやばいやばい、図案がだいぶ下の方にいて、もうちょっとこう、なんかすごいダメダメすごいね、ぼってりした蓋になっちゃってるから、ちょっと待って、やり直し、ちょっと待って、びっくりするぐらいすごい蓋になってるこの待ち針した時に図案通りに待ち針しないと、図案がねだいぶ下にあって、ちょっとね、ここは下はいいので上を、下はこれでいい。
こんぐらいですね。めっちゃでっかい蓋になるとこだった。危ない。このまま行こう。皆さんもお気をつけください。でもなんかよれてるな結構難しい。ちょっとね、ママからの圧力がありながら可愛いジャム瓶を作っていきたいと思います。やばい。雷も鳴ってる立て祭りしていくとどんどんねレースが固定されていっていい感じになっていきました。なんかふにゃふにゃしてて大丈夫かなと思ったんだけど、しっかり固定されていきました。立て祭りの最後は後ろで玉止めします。もうね完全にあのプリントっていうの、図案無視だね。図案はねもうちょっとね小さいあの蓋だったんですけど、図案よりもねめっちゃ大きい蓋になっちゃいました。でもねそんなバランス悪くないと思うんだよね。あとレースがさ、こっちはなんかこう斜めになってるけど、これ真横にピーンってなっちゃって、なんか大きい帽子かぶってるみたいになりました。はい、そしたら黒の刺繍糸3本取りして、ここをぐるーっと一周してリボンをピッピッとやったら、このジャム瓶は完成です。じゃあここら辺からアウトラインステッチ A ですね。はい、じゃあこの辺に出して、でステイトしときます。で、レースも一緒に。縫い込んじゃいます。よいしょ。レースがね引っかかってちょっと縫いにくそう。レースがねすごい重なり合ってたりすると分厚いけんね、めっちゃ力がいりますね。硬っ。ちょっと簡単にアウトラインステッチできない。硬い。よ、そしてレースが絡まる。これちょっと大変ですね。一針ずつって感じかな。ここなんかめっちゃ分厚いもん。はい、一周しました。そしたらこう来てこうリボンいきます。ここ出してアウトラインステッチ A。 なんか変ななっちゃった。カーブはこうこまめにいきます。でちょっとレースをどかして、見えるところをやっていきます。ギリギリのところまで
むずい。はい、こんな感じで、こっちに向かって進みます。できたー、じゃーん、できました。そしたらここは後ろを通って絡めて玉留めなしでいきます。あー、できた、できた、かわいい。ちょっと蓋でかいけど、すごいね、ここがモコモコしててね、かわいい。ちゃんとここからここまでキルトがこの中に入っちゃって、ふかふかしてかわいいです。なんかちょっと不安だったけど、できた、かわいくできた。そしたらこれを落とします。で、この点線の中側を切ります。レースは気をつけて。リボンも、黒いリボンもいい感じ、かわいい、アプリケみたい。それではこちらの柿色にダイヤ型でキルトラインを引きます。じゃあダイヤのラインが引けたら、ここにバランスよくジャムビンを乗っけます。この辺かな。そしたらちょっと待ち針で留めて、はい、そしたらつけ糸でしつけします。玉結びはしてあります。最後は返し縫いして玉止めはしません。待ち針抜いて OK。 そしたら白の刺繍糸を2本取りにして玉結びします。そしたら下の方から縦まつりをぐるりと1周縫います。縦まつり A です。ちょっとこのね、柿色の布が柔らかくてすごいふにゃふにゃするけど、頑張って一周したいと思います。縦まつりはね、もうね、本当にね、ざっくりやった方がね、可愛いと思う。思いっきり大きく、こまごませずに大きくやった方が可愛い。いい感じに白い糸でアプリケができました。縦まつり、いい感じです。そしたらいつものようにこれを一番上にして、こうきっちり合わせて、絶対ずれるんだよね。で、真ん中がキルトで、一番下が裏の布で、ちょっと後ろからも見てきっちり合わせます。今合ってる、今3枚ぴったり合ってます。そしたら待ち針でずれないように留めます。はい、6箇所留めたらしつけ糸でしつけをしていきます。放射線状に横縦横斜め、横からいきます。返し縫いして玉留めはしません。はい、この時点では全然ずれてないです。どこでずれるんかな。ここからビーッと落としキルトをしていって、ここもキルトします。いつもここからキルトするんだけど、どうかな、こっからキルトしていった方がいいんじゃないかなとちょっと思っているので、今日はここからキルトしてみたいと思います。そうすればなんかずれないんじゃないかなと思って、じゃあちょっと今回はダイヤからキルトしていってみます。最初返し縫いなので、ちょっと先に出して、ちょっとだけ返って、そこから進みます。この3枚がずれないように確認しながら進んでいきたいと思います。
色がね、なんかこたつっぽい。そんでふかふかだし、こたつを連想させる。まだずれてない。あ、ずれてる。そうか、キルトがこっちに、なんか、え、なんかずれてる。なんか引っ張られて、下に。こっちが足りなくなっちゃった。やっぱ引っ張られるんだな。こっちが余ってる。ということは、それを計算して、下からやるときは、ちょっと、この一番下の布を上にしといて、引っ張られてもいいような状態で始めるといいかも。いやー、次回まで覚えてるかな。ちょっと皆さんやってみてください。絶対ずれちゃうよね。で、またこっちで引っ張り返すことはもうできないんだよね。もう縫っちゃったから。どうだろう、引っ張り返せるのかな。あ、全然違うとこ縫っちゃった。ちょっとずれちゃったね。ちょっと引っ張られてる、こっちに。でもそもそも横は足りないっぽいな。こっちは？あ、戻ってないけど、そんなにずれてない。普通はこっちをキルトしてからこっちするんですけど、最初に側からやってみたら、最初ね、ずれたかなと思ったんだけど、まあまあ、まあまあ、戻りました。ほら、横もこんな感じで。ちょっと今後ね、この順番でやろうと思います。そんなずれてない。で、まあちょっと今から、このぐるりするんで、またずれる可能性あるんですけど、ちょっとやってみます。じゃあこのぐるり、キルトしていきます。これ以上ずれることないんじゃないかなと思うんだけど。じゃあ一生懸命キルトしていきます。あ、針間違えた。キルトキルト針じゃなかった、これ。やっぱキルト針の方が細かくできるんだろうな。こっちの方がやりやすいけど、でも意外と細かいよね。長い方がやりやすい。絶対こっち先の方がいいわ。なんかここやってもこれ以上もうここで止まっちゃってるから、これ以上引っ張られんけん、え、絶対こっちの方がいい。順番変えたら大成功だ、絶対これ。いや、今までずっと側からやった方がいいんじゃないってずっと思ってたんだよね。ほんと？最後は返し縫いして玉留めします。めっちゃいいんじゃない。ここがやっぱポコって、なんかどっかポコってなるんだけど、いつもはもっとなんかいろいろ引っ張られるんだけど、すごくいい出来。今までで一番いい出来かも。今度からそうしよう。全然ね、ずれてない。全然気にならない。よし、次はここにしつけをかけて終わりです。スケートを玉結びして下からこういきます。で、いつもこう言ってるけどこれもこっちから行った方がいいんじゃないかな。なぜかというと、このラインがよく見える。絶対こっち周りの方がいい気がする。反対だとね、このね、ラインが見えないんだよね。めちゃくちゃやりやすい。ちょっと今度から時計回りで
しつけかけることにします。いいよね別に。キルトかけるときもこっち周りがいいわ。時計周りがいい絶対。見えずに3回やり直したもん。違う方向行っちゃってて。返し縫いして、あ、いい感じ。そしたらこの周りをぐるりとしつけかけます。この時にいつもズレズレだから後ろ見ながらやってるんだけど、今日はあんまりずれてない。どうしようかな。まあでも後ろ見ながらやろうか。ここずれてるから 0.5 から1センチ内側にしつけします。劇的にずれてない、すごい。9枚目にして初めてこんなにずれてない。はい、それでは9枚目のジャム瓶のインテリアカバーが完成しました。すごいね。あの今回はここのラインプリントの図案をですね完全に無視してしまって、結構大きめのジャムの瓶の蓋になったんですけど、まあ言われんかったらねわからんかなという感じです。本当だったらこれぐらいの大きさなんですけど、結構ねちょっと厚めの図案を無視した大きめの蓋になってしまいました。でもね、まあ、全体的なバランスで見ても別に変じゃないし、すごい可愛いのができました。レースがねフリフリで可愛いですね。そうね、ここねすごいふかふかでねふっくらアプリケができました。今回ちょっと順番変えてこっちからキルトしてこっちを後でキルトしたんですけど、もうね劇的にね綺麗に収まりました。いつもねこれがねほんとめちゃめちゃずれるんだけど、この3枚がめっちゃずれるんだけど、9枚目にしてすごく綺麗にできました。このしつけも今まで時計と反対回りでしてたんだけど、もう絶対時計回りでやった方が上手に楽にできることが分かりましたの で、このキルトもこっち回りで大変だったんですけど、次回からはこっち回りでキルトもしていこうと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。それでは次回のインテリアカバーなんですけど、19号はなんとムーミンママのインテリアカバーになります。ストライプのエプロンが可愛いムーミンママカバン持ってますね。やっと私の出番ね。カバン持ってます。このストライプのねスカートじゃエプロンをしています。喜んでおります。そして雑貨小物はガマ口ポーチの2回目で完成となります。そして今回18号なんですけど、じゃん、こちらの応募券が18個たまりましたので豆皿セットをもらいたいと思います。また豆皿セットが到着したら紹介します。楽しみ。ちなみにこの銀ガムチェックなんか見たことあるなと思ったら、このスニフの銀ガムチェックと同じでしたね。再利用されてた。はい、ということで最後まで見ていただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん、また見てね。タンサックの動画を見ていただきありがとうございました。デアゴスティーニの楽しいムーミンキルトは丁寧な説明書と動画の QR コードもついちょうけん、じっくり取り組めば裁縫があまり得意ではない探索でも作ることができそうです。ムーミンのインテリアカバーを完成させるべく最後まで頑張ります。今後も探索の動画を参考にしていただければと思います。探索のチャンネルではデアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズの模型作りを紹介しちょって、週に2回 YouTube ライブも配信しちょうけん、よかったら遊びに来てください。そして励みになるけんチャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見てくれてだんだんねー。